はい、おはようございます。時刻はですね、午前10時10分ぐらいです。やめようよ、たった一言、君の声。何をでしょうかね。何をや、タばコ酒ですか。やめようよ、たった一言、君の声。その通りだと思いますね。まあ、線路内に入らないでくださいということで、言ってます。まあ、線路内じゃなければね、入れると思いますんで、まあ、早速ね、ここは駅の入り口なんで入っていきたいと思うんですけどもね、駅の周りはこういうふうに、ね、民家に。 なっててままして、まあ、駅そっち行くと、まあ、さらにこう続いてるような感じではありますね。じゃあ早速ね、駅の中に入っていこうと思うんですけれども、ここは駅の入り口ですね。はい。えっ、ー、と、駅の周り、すぐこう、なんか、道路がありますね。えー、こちらもリクエストシリーズだったんですけど、あれですかね、ここ,こ,こリクエストをしていただいたんですけど、 えーとどなたのリクエストだったかちょっと忘れてしまいましてすみません。とある路線さんではなかったとは思うんですけど、えー、今日の駅はエリカ様ですね。沢尻でございます。こちらは花輪線、えー、秋田県大館市の花輪線の駅、沢尻でございます。えー、左土深い右十二所ということで、十、え、二、ー、所なのでこっちが大館方面ですね。秋田県大館方面で、ずっと乗っていくとこっちが、えー、と駒。 なので、盛岡方面ということになりますね。あ、安比高原とかですね。えっ、ー、と、高馬、盛岡方面ということになります。で、こっち行くと、えっ、ー、と、大館方面ということで。まあ、ちょっとね、単線ですね。一面一線、防線駅なんですけれども、もうね、駅のよ後ろがすぐ、もう畑ですね。もう民家というか農家、トマト。あ、うまそうなトマトがなってますけど、あと、かぼ、これは黄色い花なんで、かぼちゃですかね。 かぼちゃの花とトマトが乗ってますけど、あとこう歩いていくと、まあ今駅のホームなんですけど、まあ駅があるっていう感じで、まあ、駅前の道路がそこですね。っていうぐらいですあ。あとなんかビニールハウスもあるけど、ビニールが張ってないんで、単なるなんか骨組みだけになってるような状態ですね。で、ここが待合室です。つまりここが待合室なので、えここの駅は駅舎がございません。 騒じりでございます駅の感想はって聞けたら「あ別に?」みたいなえなんか印象に残った感じはありますか特に何もえ特にないですか何もないですなんかこう駅に対してこう感じたことはないですか別にでまあそんな感じですねはい別に印象はないです大変だったことはありますかいや別に っていう感じですね。えっ、ー、と、料金費をちょっと反射してすみません。沢尻がここなんで。えっ、ー、と、大館まで420円ですね。あとは、8万体420円と、えっ、ー、と、アピ高原1170円。ホテルアッピありますけど。あとは、コーマですね。えー、岩手銀河鉄道線コマ。あれ、コーマ。 そうで、駒からは JR な、駒ま,までは JR ですね。駒から岩手銀河鉄道線ということで、第3セクター、三セク、昔の東北本線ですが、盛岡まで直通で行けるはずですが、地獄を見ると、えっ、ー、と、森、駒盛岡方面が1、2、3、4、5、6、7、8本。で、えっ、ー、と、大館方面が1、2、3、4、5、6、7、8本。まあ 終電がちょっと早いかなーっていう感じがしますけど、まあ、昼間は空きますけどね、まあ、コンスタントに来るなーっていう感じですかね。11、11時47分と11時21分を逃すと、えっ、ー、と、まあ、2時か3時まで列車は来ないっていう感じでね、9時48分に来ると、10時47分で帰れるのでね、昨日大館に泊まりました。大館のルートインに泊まりまして、えー、そのまま来たというような感じです。で、全部盛岡行か,かなと思ったらね、 数の花ハ雪もあるんですね。あと、こっちは全部大館ということで。えー、登米全面禁煙ということで。ここね、待ち合わせドアは閉まりました。ただ、暑いんで、待ってる間は開けてましたが。えっ、ー、と、駅はね、これ以上先には行けませんね。いやー、リクエストありがとうございます。えー、本当にね、ぜひ行ってみてくださいっていう感じでしたけど。来た感想はありますか来た感想いや。 別に以上です。